さあ、岡ちゃん、はい、2023年初の合衆国でございます。あ、そうですね、はい、はい、やってきましたね。どちらですか、こちらは。はい、五山川です。好きですな、我々。好きですよ、はい、大好きです。ただ今日も満員御礼っぽいね、うん、ということでですね、アングラーズパークという無料釣り人専用の無料駐車場があるっていうのはもう皆さんご存知、はい、ただそこがいっぱいの場合、路駐をするぐらいだったら、はい、こちら止めてください、はい、有料駐車場、ね、はい、300円払えば1日何回でも出し入れできるということで、今回我々は300円の駐車場からスタートと、はい、いった感じなんですが、はい、はい、季節は何ですか。春です。はい、4月の中旬でございます、うん、多分予想だけどミッドスポーンだね。まあそうだね、はい、はい、うん、なんかこうミッドスポーンならではのなんかこう手堅い釣りみたいなのもあるじゃん、季節感的な手堅いところ、うんうん、せーので言ってみよう。せーの、スウェッチ、うん、うん、はい、はい、うん、そうそう、はい、ということで、はい、そうですね、ジグヘッドワッキーだったり、うん、ダウンショットワッキーだったり、うん、さらにそこで 2way だったりストレートワームだったり、うん、ね、はいはい、今回はちょっとテーマを持って、春らしい釣り、はい、はい、手堅いところからやっていこうと思います、はい、よし、来た、よっしゃ、ハマってんなぁ。ビッグツーウェイのフィーダーレッドダウンショット、北風が非常に朝から強くてですね、風速6メーターらしいです、さらに気温が低いんです、はい、このミッドスポーン期に朝から風が強くて気温が低いっていうのは非常にコンディション的には良くないですね。だけにこういったね、ワッキー系がいいんじゃないのかなという感じです。で、今つけてるのがビッグツーウェイのハイフロートの、ワッキーで、水が濁ってるのと風が強い、なのでオリジナルサイズのスピニングで扱うようなもののワッキーじゃなくて、ビッグ 2way ぐらいのボリューム感で、まあ、ふわふわやっていってみようという感じです。まあこんな天気でこんなコンディションだからね、もうめちゃめちゃ爆釣狙うぜって感じじゃないとは思うけど、まあそんな中でもね、2人で魚触って楽しく釣りができて帰れたらいいなっていう、なので手堅い釣りから、まあ、とりあえずやってみましょうかっていう、まあ、そんな感じです。はい、ちょっと下に歩いてきました。まあ金森ね、ちょっと上からスタートしてるんで、まあ、自分はここのちょっとこうナチュラルバンクっていうか、でブッシュが始まるとこからやっていこうかなと思います。でビッグ 2way の、まあ、リーダーレスダウンショットで5グラム、早い段階で1匹欲しいな。どんどん風が強くなること考えたら、タックルは今ロッドがザマックスっていうソリッドティップのヘビーロッドです。ただティップも本当ミディアムぐらいのパワー感なんで、で比較的繊細にこう動かしてあげられるけど、まあバットパワーはヘビーありますよっていう、まあそういうロッドですね。でラインのポンド数はね、もう12ポンドにしてます。まあそんなにすごいヘビーカバー打つわけじゃないし、まあ、どっちかっていうと操作感優先で、よし、来た、ナイスフィッシュ。ねえ、手堅い釣りから入ってみて大正解。45センチぐらいのいい春の五三川バスいただきました。すんごい、もうこんだけ風強くてさ、ただただボトムをこうシコ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 ってこうボン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 って踊らしてただけなんだけど、もうラインが勝手にギューって入っていった。なんかすごくね、こんな爆風激濁りババアレなのに、なんかルアーパワー感じちゃう。
朝のほんのちょっとの時間で2本すごいね。魚もちょっとこれは若干非難でしょう。これでもタイミング的には絶対こういうとこなんだよな。風が強いからってこう微妙なエリアに逃げても魚が遠ざかりますからね。よしよしよしやっぱいたな、いるの。よし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 、ちょっと抜こう。よし来た、ビッグツーウェイの高浮力のリーダーレスダウンショットの、ワッキー。ちょっと長いけどね。まあやっぱり時期的にね、ミートからアフターってことで魚ちょっと浮き気味なやつをこう狙おうと思って、まあ、中層でふわ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 って誘ってたんだけど、それで食ってくれました。もうでもこうやって足元丁寧に狙うしかないですよね。もう風強いから。おし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 、手がかじかんでちゃんとファイトできないハンドルが負けないですよね。よし来た。OK、 同じくビッグ2へのね、リーダーレスダウンショット。2匹とももうちぎりなんで、あんまりこうね、どっちかというとここに立ってこっちとかこっちに投げたくなると思うんだけど、まあとりあえずこういうとこついたら一回こうね、近寄らず、まあとりあえず足元に落とす。もう風が強すぎて流れが生まれてる。まあちょっと昼休憩まで下流をちょっと見てみましょう。クイ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 に糸が絡んでる。よし、よっしゃー、ハマってんな。ビッグツーへのね、ワッキーいい感じ。はい、今回ね、もうこれしか投げてない、ビッグツーウェイの高浮力バージョン、発泡素材、ね、でできてるんで、軽くて浮きます。で、例えば脳進化でピュッて投げたら水面浮いてるんだけど、それを、今回は、リーダーレスダウンショットで、もちろん進化はもともについてるんだけど、ワームアフ力がめちゃくちゃ高いからワームはちょっと浮いた状態になるんですよね。何が言いたいかっていうと、浮いてこうアピールもできるし誘えるし、あと針ごと浮くから根掛かりが極端に抑えれる。あとワームが浮いてるからこそよりスローにねスイミングできるんで、通常の素材だったらちょっとこう遠投したりとか深いとこ狙うんだったら通常の素材でいいんですけど、浅いとこでちょっとスイミングさせたり、浅いとこズル引いて根掛かりさせたくないなっていう時だったらこの高浮力の出番です。シェードの位置的っていうか、こう太陽の角度的にちょうどいい時間帯だと思うんだけどな。うん、食わんすね。さあ困ったどうしよう。出てこい。よっしゃー、ヒルも釣れる。食い沿いをふわ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 スイミングで持ってきてたらがっぽしいってるね。高浮力なものが沈もうとしてるのにね、アクション的な操作で浮かされて、もじ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 ふわ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 ぐにゃ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 してるからね、こういったちょっとアフターコンディションの魚でも追っつけるし気づけるし食っちゃう。これもいい感じの40アップです。食いそうだけどな、ここ。食った、よっしゃ、よし、食った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 。
サイドアップ。よしよしよし。やっと食った。うえ。よし食った。入った。入った。入った。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待ってよ。やっぱここでしたね。よいしょ。いいの出たね。で風バッチバチに当たってるとこだけど、やっぱ地形変化がいいとこ。で、いくつ目、降伏力。ちょっと丁寧さが足りなかったな、今まで。どっちかってこう、もうリズムよく打って食わなかったら次のやつという感じでやってたんだけど、今までのリズムの多分3分の1ぐらいのスピードで多分やるぐらいがちょうどいいかもしれないですね。珍しくねちっこくやってんな、大川。多分確信ないとあのねちっこさ出ないはずなんで、特にあいつは。おった、ほら、やっぱ同じとこじゃない。よし、でっかい。よし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 。やっぱ地形がいいところ刺してくるな。よし。伸びよ。よしよしよし、来い。ほら、来た。同じとこ。やっぱいい地形のとこには、時間、入り直したらね、やっぱ刺してくるんですよね。よし。ふぅ。濁りがプラスになってんな。これ水温が落ちてなかったらもっと食ってると思いますけどね。うわ、よし、食った。よっしゃ、いった。よっしゃ、完全中層。今のはこの水門の出口で多分浮いてるとか上見てるやついるだろうなと思って、ずっとボトムに落とさずに中層ふわ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 ってしてたらラインがキュッ、完璧じゃないね。今年の春も誤算綺麗にはめれてるわ。50近いいいバス。さあ、ということでおしまいでございます。寒かったね。寒かったし風も強かったけど、結果楽しかった。楽しかった。それは間違いない。いや、楽しかったよ。ちなみに知ってる？昨日、五山川に釣りに来た釣り人の数、どれぐらいか知ってる？え？50人？200人オーバー。いいリアクションいただきました。はい。っていうぐらいもうね、シーズンインして賑わってます。はい。で、それぐらい、まあ、日々プレッシャーのかかってる、まあ、こういったフィールドでも、まあ、旬をつけば。そうだよね。結果一緒だったよね。完全一緒。何グラム？5グラム。おお、一緒なんだ。はい。はいはい、ということですね。旬に合ったアプローチをすれば、まあ、こういった感じで、こういういい釣りができると。いった感じですね。なんでまあ季節季節、そのキーワードを守って、皆さんもぜひいい釣りをしてみてください。はい。